今回は茨城県ケアマネージャー協会会長で古賀福祉の森診療所長の赤荻栄一先生にお話を伺います。先生よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、先生にケアマネージャーとしてのお立場からお話を伺いたいと思うんですけれども、はい、先生が、最近関わった携わった高齢者介護や介護予防などに関しての中で今特に力を入れているようなもの、注目しているものがあったら教えていただきたいんですが。はい、ケアマネージャーというのは介護保険を使っている、利用している高齢者を中心とした人たち、その人たちの生活の場の中に入っているので、その生活の中のその情報を一番間違いなく持っている、そういう専門職だというふうに思っていますので、今国の方でもそれを問題にしている家庭内での残虐の問題、はい、これはケアマネージャーは私一番よくその情報を知っているというふうに思ってますので、そのケアマネージャーのその情報をそれを取っかかりにして、どうしてその罪悪が起こってしまっているのか、罪悪があるのか、それを薬剤師の方に伝えて、薬剤師とケアマネージャーで協力をして、その解決策を見つけて、問題があった場合にはそれをその処方をしたかかりつけの先生であるとか、あるいは行政の方にそれを投げかけて、どんなふうな対策をしていったらいいのか、もちろんケアマネと薬剤師のその両者で解決策がそこで見つかればね、それはそれでもいいとは思うんですけれども、はい、今すでにこんなふうに動いているっていうようなことがありましたら、その点を教えてください。はい、本当にそのあるケアマネの情報だと、認知症の人なんかだと多いですよね、飲まずにその取っておいてしまう、これちょっと私が政治してみましょうかなどというと、患者の方からね、いや大丈夫です、いらない薬は自分が飲まないから大丈夫です自分で判断するということですか。そういうことがあるんですよ。罪悪ができるはずですよね。なるほど。それはもちろんそういう情報を、これはかかりつけの先生、別のかかりつけ医ということで、いろんな病気を一人の医者が責任を持って見ればそういうことは起きないわけですけれども、いろんな専門の先生に、別の先生にかかっているという、そういう高齢者が多いので、そういう問題が起きてしまうわけですけれども、その情報をその他の先生の方に、提供をして、で、解決していくということはできると思うんですけれども、それを取っかかりをつけて始まっているそのケアマネの服薬に関する気づきシートというシートを作って、それで、どんな問題があるかということを、その情報を上げようということで始まってるんですけども、その情報からかかりつけの先生、あるいは専門の先生で薬を出してくれている先生の方に、その情報を出すことで問題が解決される方向に向かって生かせることができるというふうに、思っているんですね。そうですか。このじゃあ気づきシートがこれからどんどん活躍するようになる、ね、ということですか。はい、それを期待してるんです。はい、今日は赤荻先生にお話を伺いました。ありがとうございました。いいえ、どういたしまして。